ご視聴ありがとうございます。アグレード剣カブトムシ坊主です。はい、今日はですねこちらこれ出していきます。これはね虹色クワガタですね。はい、やっていきます。100均のボトルで飼育してました。穴いっぱい開けて、で餌は河原かな。これはこの劣化具合は河原ですかね。100均で結構いいですよね。このボトルいい感じのボトルです。置いた。虹色くん、虹色くん、オスでした。やったね、かっこいい、かっこいいですね。めっちゃ光っとるわ。ピカピカっすね。光沢がすごい。なんかでかい。いつもよりちょっと大きめの感じですね。だいたい60ミリぐらいがあれなんですけど、だいたいそのぐらいか。で今からあのお尻入るので多分60ミリぐらいになりますね。1ミリ2ミリ最大で3ミリぐらい縮みますから、浮かして、いや5ミリぐらい縮むか。これは綺麗です。おお、あごも、いや美しいね。いい形してる。なんか頭めっちゃ光ってますね。ピッカピカじゃん。え、すげえピッカピカ。ツルピカくんじゃん。頭ツルピカくんにしよっかな。え、なんか光ってるよね、めっちゃ。え、こんな光ってたっけ、虹色って。ちょっと比較してみますか、他の虹色クワガタと。裏は赤い、レッド系、レッド系の血筋。顔もちょっと赤いね。そもそもがレッドですね。めっちゃでっかいな。あ、いた、普通の虹色。普通の煮汁がいましたね。ちょっと羽パカしてるんですけど、ちょっと比べてみますか。自分が見た感じね、あのここのとこがねめっちゃツヤツヤしてるんですよね、この子。他のこれもレッド系ですね。このレッド系と比べて、ほらこっちはなんかマットっていうんですかね、あまりピカピカしてないんですけど、じゃあ明らかにピッカピカですよね。ほら、何このテカリの違い、半端なくテカってますよね。どえらい、どえらいツルピカくんじゃん。すげえ、めっちゃすげえ。え、これ普通でしょ。この子は見てこれ、めっちゃツルピカちゃん。なんなら顔が映りそうな勢い。すげえ。マジっすか。
マジっすか。すごいのが浮かしましたね。ちょっとこのツルピカ具合がね、遺伝するかちょっと試してみます。ツルピカ具合がね、でも虹色、前もあのツルピカくん1匹いましたね。なんか50匹に1匹ぐらいはなんかツルピカくんが羽化するような感じの印象ですね。美しいこの光沢。人工物みたい。なんかあのなんだあれ、ステンレス。ステンレスの輝きみたいな。もうちょっとね、お尻がキュッと締まるまでそーっとそーっと飼育してあげます。よいしょ。はい、ということですね。今回の動画はネジロクワガタツルピカくん浮かしましたっていう動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価の方もよろしくお願いします。他にもいろいろ動画ありますので、もしよろしければご視聴よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。